市谷智弘は、和歌山県海南市出身の元プロ野球選手。宇藤右内。和歌山県立三ノ島高等学校時代には、遊撃試験控え投手だった。高校卒業後に、名古屋商科大学へ進学。愛知大学リーグの公式戦では、4年秋のみ1部リーグで1勝5敗、2部リーグで7勝5敗を、記録した。 大学卒業後には、総部1年目のシティライト岡山へ在籍。右の高等手として活躍したことから、2009年のプロ野球ドラフト会議で東北楽天ゴールデンイーグルスから5巡目で指名された。指名後に、契約金2500万円、年俸800万円という条件で入団。入団の際には、当時のエースだった岩隈久志を目標に掲げていた。 入団1年目の2010年には1軍の公式戦3試合に登板。無失点でシーズンを終えた。2011年には6試合の登板で防御率は5.25だった。岩熊がシアトルマリナーズへ移籍した2012年には自己最多の8試合に登板。1軍での初勝利と防御率1.04を記録した。 2013年には1軍で5試合に登板したものの、チームが初めて進出した日本シリーズ期間中の10月29日に球団から戦力外を通告された。その後、12球団合同トライアウトに参加したが、獲得球団はなくそのまま引退。2014年から楽天の打撃投手を務めていたが、2020年シーズン終了後に退団した。ありがとうございます。